皆さん、今回はアニメ化失敗した作品の末路についてだよ。末路、なんか動画の冒頭から物騒な言葉が飛び出しとるな。アニメは面白い作品もあれば面白くない作品もある。作画が良い作品もあれば悪い作品もある。作品によってクオリティは千差万別なんだ。人が作ってるからこそやな。だけどテレビオリジナルのアニメならともかく、アニメの場合は多くが原作というものがあるんだ。漫画やラノベ、小説、ゲームだったりと原作になる媒体は様々やな。原作がある程度の人気があるからこそアニメ化する。でも人気があるはずなのにアニメで失敗してしまうこともあるんだ。難しいよなほんま。原作のある作品のアニメがそんな失敗してしまった作品になったら原作はどうなると思う？いや別にアニメはアニメ、原作は原作やん。媒体の違いはあれど別物として原作は原作で続いていくんやないん？大抵の作品はそうなんだけど、そうならない場合もあるんだ。どういうこと？その代表格といえるのが100個なんだ。ナッツー、ケオンとかと同時期にやっとった作品よな。この作品いろいろと厳しかったんだよね。作画もあんまり良くなくて、1話の放送時点で OP が未完成だったり、癖のあるキャラデザのせいもあってあんまり素直にキャラクターの可愛さに浸れなかったんだ。いわゆる日常コメディ系の作品やったな。うん、1クールのアニメではあるんだけど、1クールだとキャラ紹介で終わったような印象を受けたんだよね。もうちょっと記憶も曖昧やな。メインキャラはプロの声優さんだったんだけど、サブのキャラの一人をアイドルが担当されてたんだよね。そんなアイドルがエンディングテーマを歌ってたりもしたんだ。ああ、がっつりタイアップしとるんやな。演技もあんまり褒められたものじゃなくて、作品としての印象はあまり良くなかったんだ。それを憂いたのは原作者。ほう。アニメの放送が終わってしばらくして、自分の作品のアニメ化が失敗しちゃってるから、女の子がちゃんと可愛く描かれてる人気の他アニメ作品が妬ましすぎて、辛くって見れなくなって辛いってツイートされたんだ。かわいそう。アニメの放送後に、連載が不定期になって、2012年からは、完全に、連載中止で未完に終わってしまったんだ。しかも、原作者さんは、ペンネームを変えて、別の作品を連載してる。完全に黒歴史扱いしとるやんけ。アニメが成功していれば、未だに連載は続いてたかもしれないね。アニメのせいで連載中止になってしまったと言っても過言ではない感じなんか。同じく連載中止になったのがミリオンドールなんだ。連載中止になった作品まだあるんか？この作品自体、1話5分のミニアニメだったんだけど、恐ろしくクオリティが低かったんだよね。そんな恐ろしさを感じるレベルで？アイドルを扱った作品なんだけど、CG のクオリティがとんでもなく低くてさ、見てられないレベルだったんだ。ストーリーもこれで終わりみたいな拍子抜け感があったのを覚えてるんだけど、私もそれくらいの印象しか残ってないくらい記憶が薄い作品ではあるんだ。ふわっとしとるな。2015年に単行本が発売されて、2015年にアニメ化。アニメは原作の宣伝媒体の一つではあるんだけど、その宣伝効果が全然なかったみたいなんだよね。記憶に残らへんレベルのひどさやったんやもんな。アニメの放送中に無期限の連載中止が決定したんだ。アニメのファンミーティングとかイベントもいろいろあったんだけど、それも延期という名の中止になったりと散々だったんだよね。アニメが失敗したばっかりに。ちなみにファンミーティングは何回か開催される予定だったんだけど、2回も延期中止になった。原作は絶版になってしばらくしてから原作者さんが自費で出版し直したりしてたんだけど、なんだか気の毒になっちゃう感じの作品だったね。リュウさん、よく言っとるけど、原作のある作品をアニメにする場合は、原作に対して失礼のないように、最低限の敬意を持って作ってほしいところよな。ディエスイレは、アニメが失敗したせいで、会社ごとなくなってしまった作品なんだ。はあ、どういうこと？この作品も原作はアダルトゲームなんだ。原作自体は、かなり人気の作品で第2のフェイトだ、なんて言われてアニメ化も期待されてたんだよね。フェイトの人気は凄まじいからな。原作もアニメもソセゲも何もかも大ヒットやし、そのレベルのヒットが狙えるほどのポテンシャルと人気のある原作やったわけやな。クラウンドファンディングで制作資金が集められて、目標金額は3000万だったんだけど、最終的には1億円近い金額が集まったんだ。1億、すごいやん。でも、アニメは大失敗してしまったんだ。どうして？原作自体が12秒的なニュアンスがかなり強くてさ、意味深なキャラクターが意味深なセリフを吐き、横文字だらけの用語と横文字だらけのキャラクターの名前のせいで頭に入ってこないんだよね。原作をやってればわかるけどって感じなんか。作画もひどかったんだ。1億近いクラウンドファンディングに成功したのに。アニメって1話3000万、1クールだと3億以上のお金が必要って言われてるんだよね。つまりクラウンドファンディングのお金だけで制作したってことですか？もちろんそれだけではないと思うんだけど、クラウンドファンディングのお金だけだと1クールのアニメで1話あたり550万しかかけられないんだ。あかーん、普通のアニメの6分の1やんけ。普通のアニメの6分の1、制作側の手出しもあるだろうから、倍の2億くらいは制作費として出したのかもしれないけど、明らかに制作費が足りてない感が凄まじい低予算なアニメになってしまってたんだよね。
あかんな。テレビアニメ自体は全12話なんだけど、ウェブアニメとして続きの6話も制作されたんだ。全18話で、1億のクラウンドファンディングの予算と、制作側の手出しの予算で作ってしまって、作画が悪くて、テレビアニメの続きをウェブアニメでやるっていう、やり方自体の悪さもあって、テレビアニメはいわゆる爆死。おう。ソシャゲも出る予定だったんだけど、アニメが失敗に終わったせいか、開発が中止。さらには、原作ゲームの会社も倒産してしまったんだ。アニメが成功してれば、違った未来があったかもしれへんな。幼馴染が絶対に負けないラブコメも、アニメの影響が、原作にもかなり出てしまった作品なんだ。ベター、あの謎ダンスは、未だに強烈に記憶に残ってるわ。原作自体は人気なんだよ。原作者さんによると、アニメ化前の1巻は、2年間で19回も重版されてるんだ。おお、きちんと売れてるからこそのアニメ化やったんやな。しかも制作は、あの動画工房、去年は、推しの子だったり、この作品の前に制作した作品は、どれもクオリティが高くて、可愛い女の子を描かせたら、動画工房にかなうものはいないって言えるくらいの、すごい制作会社なんだよ。めっちゃ期待しちゃう感じよな。でも、蓋を開けたら、とんでもない作画の悪さだった。どうしてこうなったんや。当時、動画工房は、他の作品も抱えてたし、メインのアニメーターやらスタッフで引き抜かれてたりと、結構内部がゴタゴタしてたみたいなんだよね。その影響が出てしまって、結果なんやな。原作者さんが、最近、こんなツイートをしてたんだ。アニメは、1、2話を見て絶望し、1度は視聴を断念、友達の支えにより3、4話を見たが、ギブアップ、半年ショックで執筆できず、叫びたり、かわいそう。心情をお察ししますとしか言えないよね。ストーリー的に、幼馴染が絶対負けないと言いつつ、出てくるヒロインが幼馴染だらけじゃないか、みたいな、ツッコミどころはあるんだけどさ。内容動向、以前の問題やもんな。中身というストーリーの前に、外見という作画が悪すぎて、中身の良さ悪さが正しく評価できへん感じやもん。結果的にアニメ放送終了後の3年間で原作の重版は0回なんだ。がっつり売り上げに影響で取るやんけ。影響妨害レベルやぞ。自分がもし漫画やライトノベルを書いててアニメ化の話が来て、制作は動画工房です。主人公は松岡義継さんが演じます。3人のヒロインは水瀬いのり、さくらあやね、大西沙織が演じますって言われたらガッツポーズしない？確かに、もう、あ、これは売れたわ、大ヒットやーってなっちゃう価値演出みたいな感じやもん。でも、蓋を開けたらあれが出てきた。どうしてこうなったーって叫びたくなって、叫びたりになる気持ちもわかりますね。今回は、原作者さんのツイートで、重版がゼロになって、売り上げに影響を出てることも知れたけど、こういう事例は、私たちの目の届かないところで、今も起きてるんだろうね。作画崩壊で有名なあの作品とか、この作品とか、どうなっとるか、めっちゃ気になったわ。原作を借りてアニメを作ってる、それを忘れてる作品が多いのも事実なんだよね。最近はなくなりましたけど、ひどい原作改編だったり、唐突なアニオリキャラの追加だったり、いろいろとありましたね。まあ、少し前のアニメはそういうのもあったし、あの時代の特徴、アニメ化のやり方の一つではあったと思うんだけど、世間的に失敗と言われてる作品も原作は、多かれ少なかれ影響を受けてるんだろうなって感じるよ。連載中止やったり、各ペースが遅くなったり、売り上げに響いたり、ショックでペンネーム変えたり、原作者さんも大変やな。ちなみに、俺が好きなのは妹だけど妹じゃないも、作画崩壊で有名な作品なんだけど、アニメ化後も、普通に新刊が出てて、2020年に完結してたことを、今知ったよ。くさ、原作者さんの精神力が凄まじい。俺が好きなのは妹だけど、妹じゃないを完結した後に、両手に妹、どっちを選んでくれますかって、作品も執筆されててさ、どんだけ妹が好きなんだろうってちょっと笑っちゃった。あかん、ちょっと、その作品気になってきたわ。今後、こういう風に、原作に影響が出るレベルで、失敗するアニメが出ないことを祈りたいね。ほなまた次回。